武蔵マニアイエーイ。 Hi, hello everyone, my name is 武蔵。 本日はじゃじゃーん、こちら豚麺焼きそば豚骨味。僕豚麺って言ったらよく駄菓子屋さんとかで売ってる、まあ、これぐらいの、まあ、カップ麺ですかね、ちっちゃい、はい、80円ぐらいの豚麺を想像するんですけど、こんな豚麺初めて見て、焼きそば豚骨味ということで、はい、今日は、これを、ね、レビューしていこうと思うんですけど、これ書いてますちゃんと。この商品は株式会社おやつカンパニー監修のもと、豚麺の味わいをアレンジしたカップ焼きそばです。でこんなん見つけたんでもうね、買って、YouTube にするしかないやろということで、はい、購入させていただきました。はい、でこれを、もうぜひね、今から早速レビューしていこうと思います。はい、じゃあもう早速オープン。ちなみにこれコンビニで買いました、ね、じゃあ中も開けていきます。はい、作り方は多分基本一緒ですよね。ちなみに豚麺の豚骨あんまこってりじゃないんで、僕は非常に好きな味ですね。中はこんな感じです。で入ってる袋は2袋です。はい、じゃあまずこちらからかけてよく混ぜないといけないので、香味油って書いてるんかな。あ、豚麺やな、豚麺やな。さあ混ぜたところで次こちら、これよく混ぜてくださいってなってるんで、これをねやっぱり混ぜないと。はい、うわ、もうこれ入れた瞬間豚麺や。もう麺できた時は 20% 豚麺ぐらいで、汁吸ってた状態で 40% 豚麺で、このほぐし麺のこの香味なんか味の透明なやつは入れた時に 70% 豚麺で、これ入れた 100% 豚麺ですわ。はい、じゃあ早速いただきます。いただきます。うん、うん、めちゃくちゃおいしい。これは絶対子供もハマりますね。マジでこれ10個はいけるかもしれないですね。前食べたペヤングの豚骨味より鬼まろやか。でも前のが相当すごいっていうことが分かりますよね。やっぱり完食、一言で言えばもう美味しい。だからまた食べたいですし、皆さんにもぜひ、食べてほしいです。これははい、マジで、10個いけます。またこういう焼きそば系とか、はい、まあ、カップ麺とかですね、はい、も、どんどんやっていきたいと思いますし、いろんなことにも、挑戦していきたいので、はい、皆さんぜひ、チャンネル登録、そして高評価、コメントぜひお待ちしております。というわけで、Never give up! Goodbye!